株式会社、天宮製作所は、明治末期から昭和初期にかけて鉄道車両を製造していた企業。1907年、鉄道資本家であった天宮慶次郎の個人経営工場、天宮鉄工所として創業を開始した。天宮が全国に支社を展開していた蒸気機動会社、大日本機動の路線向けに車両を 自家生産試練下に供給することを目的に設立したとされる。1907年11月、東京市深川区和倉町に天宮鉄工場が設立された。1911年1月の慶次郎没後、娘子渡るが、社長、養子、豊次郎が、常務取締役に就任した大日本機道と、同年7月に合併し、大日本機道鉄工部となった。 工場は第一次大戦後の公共に常時業績を伸ばした。1918年、渡るが母子、豊次郎が大日本軌道社長に就任後、鉄工部は翌1919 19年7月に大日本軌道から分離され、株式会社、天宮製作所となった。代表取締役は大日本軌道常務取締役の小沢慎之助が、務め、取締役に、 豊次郎ら天宮家関係者が就任したが、1922年までに天宮家の関係者は役員から離れた。1923年、関東大震災で深川区の工場が壊滅したが間もなく再建。1927年には新潟鉄工所と共同で日本初のディーゼル機関車を、1928年には日本初のディーゼル同車を製作するなど、 新技術を導入した車両開発に意欲的で取り組んだ。生産品は小型の蒸気機関車から客車、他車、電車、機動車まで多岐にわたった。機関車の主な納入先は、私鉄のほか専用鉄道、森林鉄道、海軍で国鉄には工事用として、k 1 0 0 1 0 0から105及び K160K160 から169の2形式を納入した。 1929年の昭和金融恐慌では国内の地方私鉄開業が途絶えたために天宮製作所は受注が激減。1930年下半期から職工の人員整理を始めたが経営は悪化の一途をたどった。1931年春からは賃金支払いが遅れ、同年6月3日全職工の解雇に踏み切ったことから労働葬儀が発生した。 解雇の撤回と解雇手当増額を要求する職工らの葬儀団に対し経営者側は深川の工場に併設していた本社事務所を葬儀発生の翌日までに神田の貸し事務所に移転して工場を閉鎖した後葬儀団との団体交渉に入ったこの過程で葬儀団から逮捕者も出る事態となったが最終的に解雇手当の増額及び葬儀費用 保釈金に充てる見舞い金の支給を条件に葬儀は集結した。会社側は、その後、労働葬儀に加わらなかった、職工約20人を再雇用して、事業を再開する予定としていたが、結局同年中に倒産した。倒産直後、事業承継会社として、合資会社、甘宮工場を設立し、倒産前の仕掛け品を中心に細々と、製品出荷を行ったが、 1932年に手掛けた神中鉄道機派1から6の間以降退化工事以後の記録はなく1934年頃に会社整理されたものと考えられている。ありがとうございます。